ですね、だから1年目となるのテニスコーチの経験からコーチの視点でですね、お話しさせていただきたいと思います。ですけども、要は怪我してしまったら、お客さん普通に仕事してたりもね、されますし、日常生活支障くるじゃん。僕も逆に、僕今、本当に周りのコーチはいいコーチばっかなんで、自分がまあそれを見ながら、このコーチのこういうところいいし、こうだなっていうので、まあ毎回ね、実施率出すんですよ。知らんがなって話じゃないですか。お前何言うてんねんみたいなね。ほんまに真ん中の指立ちますよみたいな感じになっちゃいますよね。頑張れ、レッスン受けてる真面目な人。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ今回ですね、2つグーさんとピヨピヨちゃんいただいてます。まあ簡単に言うと、まあスクール一生懸命やってんだけど、いや言ってるんだけど、なんでそうやってそういう人邪魔してくるかなっていうのでね、そういう人を応援するためにですね、コーチ目線で、この人はこう思われてるから、あなたはこうした方がいいですよっていうのはね、まあ僕の21年目ですね、だから1年目となるのテニスコーチの経験からコーチの視点でですね、お話しさせていただきたいと思います。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。まあどこでもいますよね、邪魔してくるやつ見ててもね、いや本当にって子供だったら怒られるよねっていうのでね、ではマルブーさんとねピヨピヨちゃんのね、こちらのお話まず読みでいきますね。お二人ともね、いつも僕は途中で遮っちゃうんで、はい。ブーさん、スクールのレッスンでミニネットを挟んで生徒同士で近い距離でボレーボレーをすることがあると思うのですが、スイングボレーで強打をしてくる女性の生徒がいました。危ないからやめるように本人に言ったのですが、それでは練習にならないと言われました。コーチに注意するように言ったのですが、ドライブボレーで返せるようなボールを返すあなたが悪いと言われました。ちなみに初中級のレッスンです。安全に配慮できないコーチは本当に頭にきます。ピヨピヨちゃん、今ねもうめっちゃ言いたいことを抑えて言ってますね。ピヨピヨちゃん、毎回お答えしてもらってありがとうございます。10万人突破したらスクールへお祝いしに行きます。今日も聞いてまた愚痴コメントになっちゃいますが、てんてんてん、私教えたがりおじさまに声かけられること多くて、特にボレーボレーは下手くそやなとか、なんでバックばっかりにボール送るねん、フォアに出せやとか注文してくる方に出会うことが多いです。かっこ学びに来ているので注文に応えること難しくて、できていたらスクールには通わないんやけれども、他のコメントしている方々のを聞いて勝手ですが励まされています。結構ね、見ていただいて真っ当なコメントくださる方、みんな優しい方多いんですよ。とにかくコメントありがとうございますね。で、むしろこういうコメントいただいた方がコーチの視点でお話できると思います。で、まあ僕まあこういう性格だしちょっと偏ってる感じもあるんですけど、結構それなりにいろんなスクールで、中の上ぐらい の結果は出してきてますし、また逆に仲のいいコーチたち、人気コーチも、僕は全然そういうコーチを目指したいなと思うコーチと話して帰結した答えを出せると思うので、一つずつ掘り下げていきましょう。まずね、このボレーボレーしていくと、強打をしている女性の生徒がいましたってね、危ないからやめるように本人言ってますが、これね、まずね、コーチ注意しないのは悪い。で、このコーチ、まあ、老害コーチなのか、若手でちょっとテニスやってましたっていう、ちょっと頭の弱いコーチなのか分かんないですけども、まず安全面って、これ、どのテニススクールでも一番初めに注意することです。技術の上達よりも、レッスンの内容よりも、って言ったら、まあ、ちょっとそれは曲解ですけども、要は、怪我してしまったら、お客さん、普通に仕事してたりもね、されますし、日常生活支障くるじゃん。安全面に、啓蒙するっていうのは、これ、まず、大事です。はい。で、どんどん、論破していきますよ。論破していくと、なんか、ひろゆきさんみたいになっちゃいますけど、そんな、クオリティが高くないですけどね。スイングボレーで強打してくるね。ドライブボレーで返せるようなボールを返すあなたが、悪いと言われたって言われたところで、ドライブボレーで返せるで、ドライブボレー打ってるわけじゃないし、結構います。なんか僕ね、逆に打ち返したらいいのにと思うけど、まあ、ブーさん優しいからね、それできないと思うんですね。あります、あります。本当に、自分が、もう、老害ですね、これ。うん。老害、まあまあね、ちょっと、もっと、あれするとね、
老害なのか分からないから、もう本当なんか気に食わないことあるんじゃないですか。もう性格悪いし友達、ね、いないんじゃないのこの人みたいな。あの当たり前なんですけど、これ子供にだって言われるじゃないですか。あの自分がやられて嫌なことは人にやらない、じゃあこれ同じのやられたらどう思うのって思いますよね。で、まあ、このコーチはできてんのと思っちゃうか、このコーチはこの人が怖すぎて逆らえないのか分からないですけど、初中級中級のドライブボレーで返せるようなボールを返すって言ったって別にねしょうがないよね。面浮いちゃうのは逆にバンって強く打つ方が問題だから、いかにボレーっていなすっていうことが重要になってきますから、このコメント何なんだろうな、このコメントこの人何なんだろうなって、うん、あの間違いなく、はい、ヘッドコーチだヘッドコーチに言った方がいいんじゃないですか。これ本社に出た本社にも言ってもいいんじゃないですか。これだけ言ったらもうまず呼び出しっすよ。あのお客さんがねめちゃくちゃクレーマーでね有名だったりとか、周りに猫だっていうのであれば、あそんなのほっといていいしか、もうやめさせちゃった方がいいねみたいな話になったりすることもありますけど、まあ、この話って安全に配慮できないと、いやこれごもっともですよ。ていうかいやこれやっちゃダメ、こういうレッスンは。だからたまにね気をつけましょうっていうのもあるし、なんか要は結局怪我なくみんなが過ごせて楽しくできればいいですよっていうのが一番のね、落としどころです。でそれで技術上達、楽しく汗かいてっていう、だからもうこのボレーのこれは絶対危ないですね。うん、あとたまにしょぼいボール打って下がらないのに怖いって避けていく人はいますけど、それはまあその人が下がれると思うけど、この場合は至近距離ですから、はい、もう 150% ブーさんが正しいと思います。こういう人ね本当にいるんですよね。うん、いやでも本当150人、いや人間がねこう社会的に150人までが1人が把握できる、最大人数だって言われてるんですよ。それ150人超えてくるとやっぱ変な人って出てくるんですよね。うん、だ1000人2000人単位だったらびっくらポンの人いますよ本当に。まあ、逆に聖人君主みたいな方もいらっしゃいますけどね。でピヨピヨちゃんですね、10万人とこういうよりも1万人になったら来てください。はい、関西人、関西ですよね多分この感じだと。で考えるとこれだ絶対あれですよ、僕勝手に妄想膨らませると、ピヨピヨちゃん美人系可愛い系女子なんじゃないかなと思いますけどね。だってまず関西人で突っ込むの好きじゃないですか。なんか面白くないの突っ込むやつとかいるじゃないですか。で構ってほしいんだと思うね、これ下手くそやなとかね、なんでバックばっかりボール送んねんとかね、知らんがなって話じゃないですか、お前何言うてんねんみたいなね、ほんまに真ん中の指立ちますよみたいな感じになっちゃいますよね。うん、で、まあ、フォアに出せやとか注文してる方でたまにねいますね、どっちかに出してください。いやお互い同じサービス受けてるのにバカかと思っちゃいますよねこれ。まあ、お客さんもね、いい人だったらいい人なほどノーとは言えないですからね。お互い同じこうサービスを受けてるんだよっていう前提のもと、なんでできないのかなっていうのはすごく不思議に思いますよね。うん、そう学びに、そうなんですよ、テニススクールでこうたまにコーチもねなんかすげえミス起こるコーチいるんですけど、もちろんダメなミスもありますよ。そうなんですよ、だからコーチもねだからそのミスをねするって言ってもミスしてて、だから別にミスばっか起こる人いるけど、でミスするために来てるんだからいいミスだったり、可能性がその人ならちょっとでもあったらまず褒めましょうよ。まあ逆にねストイックすぎるお客さんでね、いやいやまだまだってね自分に厳しい人もいますけど、でもちょっとでもこう気づきの連続で上達っていうのは積み重なって傷ドンってくるから、例えばA 地点、これが100だとして、今のスタート地点が1だとしたら、1から100で、いきなり100までいかないんですよ。で、その気づきの部分っていうのは、11だったり、13だったり、39とかだったり、その100に近づく、こう、階段みたいなもんなんですね。まあ、実際にはその階段じゃなかったか、いきなりボーンって上がったりとか、そのまあ横ばいだったりすることもあるんですけど、そういう意味だったら別に、だって練習しに来てからいいじゃんって話になるんですよね。だから、コーチもお客さんもそうなんですね。そう、だからテニススクールのこといろいろ言ってください。僕も逆に僕今本当に周りのコーチはいいコーチばっかなんで、自分がまあそれを見ながらこのコーチのこういうところいいしこうだなっていうので、まあ毎回ね実施率出すんですよ、ね、コーチのね、パッて見るとやっぱね僕が上にはいかないですよね。だからね、そういうのはね、なんでこのコーチは何がいいんだろうって考えながらね、まあそれでも、頑張って
4は超えてますね。5は超えてるかな。はい。3とか2だったらもう笑えないんでね。で、そしたらもうちょっとお前もこう、退きなさいってなっちゃいますね。という感じですね。だからまあそういう方って、まあやっぱりコーチは見てる人見てるし、逆にブーさんみたいに舐めたコーチはコーチのクラス変えた方がいい。もう、このコーチ嫌いだからっつって変えてもいいと思います。この文章から見て何にも悪いこと感じない。ね、まあ、あとピューピューちゃんも多分どこ行っても構われるタイプなんでしょうね。まあでもね、キラキラ族なんですよ、僕から言うと。キラキラ族ってどういうのかというと、本人はもうほっといてくれって言っても周りが寄ってくるというね。僕、周りのコーチ、キラキラ族も多いし、やっぱり一生懸命やってるジュニアってキラキラ族が多かったりするから、まあそれを考えると、まあなんとも言えない部分ではあるんですけれども、うん。頑張ってくださいと。ブーさんはまずクラスを変える。ピヨピヨちゃんは、まあ、比較的、ね、心が落ち着くところでレッスンをするっていうのが大事だと思います。多分ね、本人は嫌だと思うんですけど、もうこの文章、毎回の文章をこう読み返してると、やっぱ、なんかね、人を引きつける、こう、魅力なり、なんなり、こう、あると思うんですよ。うん。なんか内面的から出てくるものってね、とてもあると思うんで、はい、お二人も頑張ってください。また皆さんのコメント、はい、どしどしお待ちしております。今日はこれで終わりたいと思います。どうもご視聴いただきありがとうございました。申し上げております。経験豊富な男性女性スタッフが揃っているのとてもおすすめポイントです。ではお待ちしております。アロマンチュー。